この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。パパ、お仕事か。行くか、釣り。本当？あれ、竿は？任せなさい。みんなの釣りを大応援。釣りが大好き。フィッシングユー。餌忘れた。バケットマウス、座れるタックルボックスに持ち運びに便利な快適サイズが登場。多彩なオプションパーツであなたの釣りがもっと快適に。メイホー。今回訪れたのは紀北町引本浦の NTEC マリンさん。季節に応じて様々な魚種が狙える魚影も濃いフィールド。今回は夏に向けてますます楽しめるキス釣りにチャレンジしてきましたよ。キスのプルプルっとしたあたりをみんなで楽しみたいと思います。さあ、今回は引本浦の NTEC マリンさんへとお邪魔しています。小さいお子さんからみんなが楽しめるキスを狙いにやってまいりました。さあ、ひとみちゃん、キス釣りは最近どうでしょう？はい、最近行ってないですね。でもこれからがもう本当にシーズンも真っ最中ということでね、今日は楽しみたいと思いますので、はい、頑張りましょう。さあ、まずゲストの方をご紹介していきます。では栗田さんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。栗田さん、もしかしてキスはルアーで釣るんですか？いや、今日は素直に餌釣りってことで楽しませてください。はい、ね、みんなにワイワイ楽しみたいですね。はい、わかりました。お願いします。さあ、キス今年はどうでしょうか？ね、シーズン最初はね、ちょっと心配しましたけど、やっとね、はい、夏が海らしくなって、やっぱりね、ここ大きいキスもいますからね、今日も見れるといいですね。はい、わかりました。では今日は一日よろしくお願いします。お願いします。今年はキスの出足が遅かったようですが、そろそろ上向きになっていることを期待して行ってきます。お天気もよく穏やかな釣り日和。キス釣りにも最高なお天気ですね。さあ、そろそろ準備も整っていざスタート。今日使う仕掛けなんですけど、キス釣りの基本的な仕掛けですよね？そうですね、基本的に片天秤、重りつけてもらって、大体2本針っていうのが、はい、3本針、4本針、いろいろあるんですけど、もう基本的には2本針って感じで、ボートなんかはね、はい、手返しですもんね。そうですね、はい、重りはやっぱりこのちゃんと底を取れる重さを使ってもらった方がいいですよね。なかなかそこがわからないなと思う場合でも、重ため使ってもらっても結構対応できますもんね。必ずそこだけしっかり取れるように、はいはい、やっていただければ。わかりました、はい、よし。水深 10m ということでやっていきたいんですけれども、まずはね、釣り方の方から説明をお願いいたします。船の真下にドボーンと落としてもらっても結構ですし、ちょっと投げてもらっても結構ですし、必ずそこだけ必ずしっかり取ることで、はい、だから初めてのポイントでちょっと反応見たいなと思うときやったら、一匹掛けとか大きめ使ったりとか。一匹つけました。ね、もうここ様子見たいから。毎年は実績のあるポイントですからね、はい、ちょっと僕は一口サイズのちっちゃめなしで、はい、ってことで当たりました、うんうん、おー、すごい、いきなり来ました。はい、違うことをやればどれが正解かって分かりますね。そう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 。あ、今来ました。やっぱちょっと思った通りね、やっぱこのサイズがちょっと多いかなと思って、ということはやっぱ針小さめの方がやりやすいですよね。一応今のところ狙い通り、狙い通り、ちっちゃめの針をちっちゃめの針、これの数が釣れれば最高。そうですね、はい、頑張りましょう。幸先いいです。はい、頑張ろう。やってみます。早速来てくれましたね。私はちょっと長めにもう1本つけて探ってみたいと思います。でかいの狙い、もしくは大きいの狙い行ってみたいと思います。ちょっと投げてみます。で、この時に着水した時にちょっと竿を上げてもらうと絡まりにくいですね、仕掛け。ちょっと竿のさ、あれ、ちょっと待てよ。違うの来たぞ。これキス釣りの定番の下道ですね。そういうことです。じゃあ私もちょっと餌短くしてみよう。ね、ちょっと一口サイズ、ちょっとサイズがね、まだちょっと可愛いですけど。いい引きはしますよ、気持ちいい、うん、やっぱりキス釣りの醍醐味って当たりが明確なのもいいですよ ね気持ちいいですよね。ぐぐっと持ってきます。ミーゴイチ、お米が来ないです。頑張ります。持ちすぎたら話すね。軽いのに持てる。栗田さん、順調です ね、 ね、そうね。はい、絶好調。絶好調です。1センチぐらいだけサイズアップ。可愛い傷です。なんだこいつ。タコ？
あ、来た来た来た。あんまりカメラさん撮らないでください。よし、来たよ。お、こっち来た。待っとったら話された。あ、またあいつなんか釣ってるとか言われてる。ビリビリビリ。お前も逃がしてあげよう。イエイ、キス。やった。このサイズが多いですね。夏サイズ。あんまりこう一匹掛けより半分ずつぐらいつける方が効率いいかもしれない。よし、ゲット。二匹掛けしたいな。よくわかりました。当たった。当たった。イエーイ、ダブルヒット。次々と当たりが出ていますよ。あれ？違うのもついてますよ。あれ違うのついてた。まあ一応ダブル、ね、ダブルのダブル。はい。イエーイ。ちょっと違うのが上ついたってますけど。うわ。まあでもこれもキス釣りの醍醐味ですからね。ね、いい感じいい感じ。はい。やりました。と連発や。イエーイ。なんぼでも、あ、違うやんか。違うやんか。これこれこれ本命、ええ、これ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 、ええ、やりました。もう絶好調。今日はいいぞ、気分がいいぞ。ちょっと引きいいんちゃう。ちょっと引きが強いようです。なんだ、さあどうでしょう。目ごちのダブル。ナイス目ごちとか本当やったらどうしよう。なんかそんな気がしてきた。あ、違う魚来た。おじさん来た。おじさん来ました。おりちゃん、おじさんに人気やね。やっぱし、おじさんを釣る。やっぱし、おじさん。今日はもうちょっと隣におじさんがおるもんで、おじさん釣りましたわ。おじさんだらけ。おじさん映ってます、ね、はい、こっちキス。いろいろ釣れて楽しいです。やった。僕もおじさんみたいな顎ひげ黄色にしてみよう。ほんとね、ほんとに。あれれ、ひとみちゃん悩み中かな。栗田さんにアドバイスをもらいながら頑張っていますよ。プルプルプルっとキス特有の小気味いい当たりでヒット。当たりが明確で手元にもしっかり伝わるので分かりやすいです。こういうね、あのライトな釣りならお子さんも本当楽しみやすいし、いいです。私も釣り初心者の友達を連れて行くときはキス釣りが多いんですよ。ちょっと起きなさい。成長、成長中。パールピンクの魚体が綺麗ですよね。砂浜の女王ですから。釣り人の間では砂浜の女王とも呼ばれているんです。ついてついてる。お、やったー。イエーイ、おめでとう。ありがとうございます。キスです。大きく見せよう。大きく見せよう。よし、もっと釣れるんで頑張ります。やりました。コツがつかめてきたかな。ちょっと可愛すぎ。ちょっとこの子はリリースしますね。あんまり、ね、魚を触らないように、うん、魚はあんまりギュッと、ね、触らないように。なるべく小さいお魚はリリースしてあげましょう。自分釣ったんですか。はい、おじさんがおじさん釣りました。うわ、綺麗な。サイズアップやし、ね、サイズアップですよ。まあ2匹以上は楽しんでね。ダブルヒットでございますね。ここに来て肩は良くなってきましたね。いいね、このこっちのサイズが揃うともう言うことなし、いいかな。おお、おでかそう。日がいいね。おお、イエーイ、サイズアップ。いいですね。イエーイ、うつめた。元気。誰これ誰これ。あ、おめでたい。ふぐや、ハコちゃん、おめでとう。ちょっと待って、ちょっと待って。めっちゃカッチカッチカチやで。それええな、それそれええな。カッチカチやで。こんな硬いんすかこれ。釣りましたよ、ハコフグ。すごい、メイクアップしてんのかな。これこれ、みんなおじさんやったら。あ、ごめん、寝たかった。なんだこれ、いや、寝たかった。ほっとしといてください。はい。あ、じゃあ3人で、3人で。はい、トリプル。トリプル。ね。すご
ごいポイントカードすごいですね、それ、うん、ダブルヒットトリプルヒットも続出でしたよ。数釣りが楽しめたところでそろそろ納棺です。はい、もう短時間でしたけど十分に楽しめたの で、 です、ね、はい、楽しかったね。これで重要なんですけれども、サイズもねぼちぼちいいの出ましたね、混ざりましたね、お金もね、家族とかね、お友達とかみんなでワイワイしてもらいたいですね。スタートすぐからキスが顔を見せてくれて数釣りが楽しめました。シーズンはこれからまだまだ続きます。ぜひ皆さんものんびりワイワイと楽しんでくださいね。フィッシングユー桑名店から長良川河口でシーバス68センチまでを2匹の超過、グッドサイズが上がっていますよ。ただいまフィッシングユー全店にてポイント5倍10倍セールを開催中。狙っていたアイテムやまとめ買いにもってこいのセールです。期間は7月9日日曜日まで、お見逃しなく。紀伊長島網元釣り堀センター聖徳丸から堀田ゆあちゃんマダイ10枚に島味もゲット。辻さんマダイワラサヒラマサをはじめ石鯛もたくさん釣られました。皆様からご要望の多かった魚処理場が2台完備になりましたよ。ご利用くださいね。お手軽釣り堀体験も実施中です。中津浜クロちゃんと船から安藤さんチヌ48センチとナイスサイズを釣られました。大場さんチヌ 45.5 センチをゲット。北村さんチヌ 45.3 センチまでを2枚の超過。暑い夏もチヌが狙えますよ。南伊勢内瀬釣りセンターから村山さん黒鯛48センチまでを2枚にキビレもキャッチ。塩野さん黒鯛キビレと数釣りを楽しまれましたよ。宮田さん黒鯛48センチとナイスサイズを釣られています。数狙い型狙いどちらも楽しめますよ。月間プレゼント釣り券よりミチートフリクション Z とパーツホルダーをセットで1名の方に、フィッシングユーよりちょい投げパーフェクトセットを1名の方に、明宝化学工業より新製品のランガンケース3010を1名の方に、 Nteck マリンよりレンタルボート1日無料券を1名の方に、ご希望の商品とご意見感想を添えてお寄せください。バケットマウス、座れるタックルボックスに持ち運びに便利な快適サイズが登場。多彩なオプションパーツであなたの釣りがもっと快適に。メイホー、惚れた晴れたも人よの恋遊び、今日が明日の夢探し、気ままな女旅。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。